この動画ではパラグアイ戦にて圧巻の活躍を見せた鎌田の戦術的機能美を考察いたします。まずはビルドアップから。縦パスに対し瞬間的背面視野、相手のプレスをダイレクトで外す。さらにそのボールはフリーの逆センターバックへ落とすことで相手のサイドの限定を回避する。そして鎌田のビルドアップの動きで象徴的なのがサイドバック伊藤がボールを保持した際の動きだ。渦の動きでタッチライン際まで顔を出し、相手サイドハーフの外側のパスコースを作る。これを敵が阻止するためには中盤が出ていく必要がある。だがそれを実行するのは難しい。なぜなら対峙する相手中盤にはポジションがあり、そこに対する引力がある。ゾーン守備における担当エリアから大きく外れた鎌田についていけば、自身が担当するエリアをがら空きにしバランスを崩してしまう。この動きに敵は迷い対応が遅れる。鎌田は深い位置でもこの動きを繰り返す。サイドに出ることで敵のサイドハーフも一度タッチライン際に開き、そこから寄せる必要がある。さらにこの動きは内側に展開するためのスペースを作る。そして相手が中から外にかけてプレッシャーをかけるのなら、鎌田は死角を利用し敵の逆重心を取る。そうやって鎌田はサイドバック伊藤が保持した際のビルドアップを安定させスペースを作る。鎌田の素晴らしいところはウイングに対してもこの連動を見せることだ。三笘が下がり敵サイドバックが寄せれば、内側から駆け上がりそのギャップを利用する。三笘が下がったということはこの瞬間ウイングが不在になったということだ。一時的にウイングと化しスペースを循環させる。相手がこのプレーに対し強引に寄せればチャンスが訪れる。さらに鎌田の素晴らしいところは右サイドでも同じ質のプレーを遜色なくこなすことだ。内側を駆け上がりながら逆足の堂安に預け中央にスペースを作る。そのスペースを利用しボールは逆サイドへと運ばれる。敵が内側のスペースを消しても鎌田のその動きは相手センターバックを釣り出すことになる。そしてディフェンスラインは後退させられる。渦の動き、敵がタイトに寄せてきたこの場面では3人目を利用した。そして鎌田はフィニッシュでも効果的に機能する。セカンドトップとして1列目まで上がりゴール前で2対2を作る。そこから抜群のタイミングでボールを呼び込み半身で受けボールを探す。そして相手センターバックを釣り出し敵にボールを見せ決定的なラストパスを通す。相手がブロックを固めている場面、鎌田は相手を釣り出し自身が作り出したスペースを利用しワンツーからバイタルに侵入することもできる。鎌田はセカンドトップというタスクを十分に理解する。ポジションを取る動きのまま裏を目指し敵の死角を利用し2人目のストライカーとして2列目から飛び出す。さらに鎌田は守備においても効果的に機能する。緩いバックパスにタイミングを合わせパスコースを切りながらプレッシャーをかけミスを誘う。
ビルドアップでは機能的なポジショニングでボールを安定させ、フィニッシュではストライカーとして十分な引き出しを持ち、右も左も遜色なくこなす。そしてプレスのきっかけとしても効果的に機能する。今後も鎌田大地に期待しましょう。ゴート FC 創設クラウドファンディングがスタートしました。 YouTube にて戦術的サッカーチャンネルゴートフットボールタクティクスを運営しているゴートと申します。当チャンネルは2020年にスタートし、超戦術的な専門チャンネルとして10万人の登録者様に支えられてきました。そんな私が戦術を構築するゴート FC は、世界で最も戦術的なクラブを目指し、2023年度のトリーグ参加を目指しています。そのために必要なユニフォームや撮影機材など、クラブ立ち上げに関わる設立費用の支援を募っています。ゴート FC は日本人の勤勉さや協調性を武器に戦術を研究し実験を繰り返します。そしてその戦術力を手に世界の頂点を目指します。皆様に投票いただいたユニフォームにスポンサーのロゴは一切ありません。ゴート FC はソシオに支えられ、ソシオに愛されるチーム作りを目指しているからです。皆様と戦術を共有し、戦術が遂行できたか否か、なぜ遂行できたのか、このように戦術的にサッカーを楽しむ新しいクラブです。挑戦するクラウドファンディングでは、皆様に投票いただいたユニフォームのセットなどをご準備しています。ぜひクラウドファンディングのページを概要欄から覗いてみてください。ゴート FC のホームはオンラインです。皆様応援よろしくお願いいたします。